こんにちは、キキです。今回は手取り35万円夫婦の我が家が月末に行っているお金のルーティンと7月の家計簿を公開していきたいと思います。私の動画を初めて見てくださっている方もいると思うので、簡単に我が家の紹介をしたいと思います。我が家は30代夫婦で3人の子供がいる5人の家族です。旦那さんは会社員、私は看護師で主に施設看護師をパートで行っています。今は扶養内で働いていますが、9月から扶養を外れて自分で健康保険を払っていきます。子供は上から小4、小2、年長さんです。車は田舎なので2台所有しています。家はありがたいことに持ち家で、1年半前に築25年の積水ハイムをリフォームしました。リフォームについては過去動画で詳しく説明していますので、気になる方は他の動画を見ていただけると嬉しいです。この動画を見ればキャッシュレス生活を行っているけど家計管理ができない方や、家計簿アプリが続かなくて悩んでいる方、資産形成をしっかりしたいと思っている方に参考になる動画となっていますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。では本題に移ります。最初に結論として月末の流れはこちらです。 1. 家計簿アプリを確認して1分で Excel 家計簿に移す。 2. 家族会議の中で改善できることは話し合う。以上です。それだけと思いますよね。これだけなんです。我が家はほぼキャッシュレス生活を送っていて、現金は年に一度しか下ろしに行きません。学校の集金なども最近は引き落としになり、現金は子どものお小遣いや一部の習い事しかほぼ使わなくなりました。年に一度1万円札と1000円札の両方を使えるように約30万ほど下ろしに行き、急な出費に備えています。銀行に行く頻度が激減し、余計な手数料を払わなくなり、便利な世の中になりましたね。では一つずつ説明していきます。まず1の家計簿アプリを確認して1分で Excel 加工場に移すに関してですが、我が家は財務という家計簿アプリを使っています。あれ、家計簿アプリといったらマネーフォワードミーじゃないの？と思ったことはマネーリテラシーの高い方ですね。我が家はマネーフォワードミーではなく財務を使っている理由は2つあります。1つは財務はカテゴリー設定の自由度がとても高いからです。人気ナンバーワンの家計簿アプリマネーフォワードは大項目を編集することは残念ながらできません。財務は大項目だけではなく、中項目の不要なカテゴリーを非表示にしたり、カテゴリーの並び替え、カテゴリー名やアイコンの変更、新しいカテゴリーの追加などができます。こちらの機能は有料版で作成できるのですが、無料版で使うための裏技を別動画でしっかり説明していますので、ぜひこちらも後で見てみてください。理由2つ目は、連携できる口座は無料版であっても無制限に連携できることです。マネーフォワードミーは現在無料版では4つしか口座を連携できません。夫婦であれば最低10個は連携したいですよね。我が家では子供の証券口座も連携していますので、15個連携しても無料版で使えることはとてもありがたいです。このように家計簿アプリ財務では我が家の家計管理にはなくてはならない紙アプリなのですが、家計管理を行う上で少しずつ不満に思う面が出てきました。皆さんは年間支出を表にして履歴として残したいと思ったことはありませんか？よく書店に売っている家計簿の本を使ったことがある方はわかると思うのですが、ページの初めの方に必ず年間表があり、1年間の支出が一目瞭然でわかるようになっています。家計簿アプリでも年別で収支を見ることはできますが、もっとわかりやすく私の理想とするExcel 家計簿を作ってくれた神様のような方がいたんです。その方はお金と上手に付き合うコツを発信してくれている白ポロさんです。白ポロさんが作ってくれたこの Excel 家計簿は、月間の収支表に入力をすれば自動で年間支出が反映できるように作ってくれています。また支出に含めない出費という欄があり、先取り貯金や積立投資、ふるさと納税など実質出費ではないけれど把握しておきたいものを記入できます。支出の項目にこれらを含めてしまうと月の出費が大きくなりすぎるという事態が起こるので、この項目はとてもありがたいです。このように我が家はこの家計簿アプリ財務と白ポロさんが作ってくださった Excel 家計簿を使ってアプリの数字を Excel 家計簿に打ち込んでいくという作業を行っています。数字を打ち込んでいく作業は1分もあれば完了します。
エクセル家計簿についてはシロポロさんが分かりやすく解説してくれている紙動画がありますので、こちらは概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てみてください。我が家の月末の流れの2つ目の家族会議の中で改善できることは話し合うについてですが、我が家は月に一度家族会議を設けています。この家族会議については家計管理だけに関わらず、我が家が大事にしている行事の一つになります。そもそもこの家族会議を始めようと思ったきっかけは、一緒に働いている看護師ママさん家族が行っていて、とてもいい印象を受けたからです。家族で冷静に会議する機会ってそうそうないですよね。会議という名前をつけるだけで、子供たちもいつもとは違うと思うのか、自然と設備がピンとなるんです。主に家族会議の中では、先月の目標の反省、今月の目標の発表、お小遣い発表、子供たちが家族に相談したいこと、今月の大まかな予定、そして家計簿の結果の振り返りをします。だいたい15分ほどで終わりますが、子供たちもお小遣いをもらえる時間なので、月末になると今日家族会議の日だよねと嬉しそうに言ってきます。昔はお金のことは子供に絶対言うなという教育がありましたね。私の父もそうでした。このことは日本人がお金の知識が低いという要因になっていると私は思います。お金の勉強は学校では教えてくれませんし、あなたたちがこうやって生活できるのはパパとママが働いているおかげであって、決して当たり前のことではない。あなたたちがいい教育を受けられるように、しっかりパパとママが準備しているから、やりたいことは我慢しないで正直に言ってねと伝えています。私は小さい時に母が家計簿をつけていたことを知っていたので、自然とお金に対しては意識がついていたのだと思います。また今月の電気代は先月よりも少なかったので、引き続き節電を頑張ろうなどと、しっかり細かいところまで家族会議で伝えています。これが子供たちにとって正解かは分かりませんが、お小遣いをもらってすぐに欲しいものを買っていた長男が、この家族会議を行うようになってからはしっかり欲しいものリストを作って考えてからお小遣いを使えるようになったなぁと感じています。我が家のお小遣い事情については、需要があれば動画を作成しようと思っていますので、知りたい方はコメントいただけると嬉しいです。キキチャンネル。では次に我が家の7月の家計簿を発表していきたいと思います。まず収入からです。7月の収入は旦那さんと私ともに所有が振り込まれたので、少し高い収入になっています。旦那さんは給料と所有合わせて30万円ほど、私は今ダブルワークをしていて、2つの会社の給料を合わせて148,521円でした。そして YouTube の収益が18,074円でした。動画を見てくださってる皆様、ありがとうございます。そして我が家は太陽光発電をしていますので、その売電価格が3,752円、アフィリエイトの欄は楽天ルームや楽天アフィリエイトでいただいたお金になっています。合計すると7月の我が家の収入額は475,762円でした。毎月の手取り額はだいたい35万円ほどなので、ボーナスをいただいて家族会議ではみんなで拍手しちゃいました。次は支出です。我が家は支出を消費と浪費に分けています。シロポロさんは生活費と特別費に分けていたと思います。生活費の欄は58,622円、こちらは食費は48,000円ほどで収まっています。この食費は自炊のためにスーパーで買ったものの合計額であって、外食費やコンビニで買ったものは浪費の欄で計算してありますので含まれていません。日用品に関しては来月お家でお祭りごっこをする予定だったので、ダイソーでいろいろ買い込んだものと、深夜島村でお洋服を買いました。その他日用品に関しては毎月20日にウェルカツを行っているので、全て 33% 引きで T ポイントで払っています。ウェルカツ歴約3年になるので、次回の動画はウェルシアで買うべきお得商品について動画を上げようと思っていますので、気になる方はぜひこのタイミングでチャンネル登録よろしくお願いします。続いて車費は 12,014円です。こちらはガソリン代のみになっています。続いて住まいの欄は54,457円、上から住宅ローン返済が3万円、こちらは1年半前に持ち家をリフォームして3万円ローンがかかってきています。そして今月は固定資産税を払う月だったので、13,000円足してこのぐらいの値段になっています。ちなみに通信費は
楽天モバイルで契約していて、すべてポイントで払っているのでかかってきていません。光回線に関しても楽天光を利用していて、今は1年無料期間なのでかかってきていません。子供費は 24,020 円、学校費は 17,220 円、これは給食費と月の集金のお金です。習い事は娘2人がピアノを習っています。その他にも子供チャレンジと小学講座を受けていますが、こちらは年払いにしてしまっているので今月は請求にかかっていません。そして最後の保険代は聖子ちゃんがコープ共済に加入しているので、そちらの月払いの制限になります。合計すると7月の我が家の消費は15万113円でした。はい、続いては我が家の浪費です。特別出費として25,040円、主にパパのお小遣い2万円が大きいですね。続いては家族外食は1,470円、こちらは久しぶりに高校の同級生とランチに行ったのでそのお金と、あとはコンビニで使ったお金です。このようにコンビニ払いを違う項目にしておくことによって、なるべくコンビニで買わない工夫をしています。続いて遊びの欄です。遊びはなんと 96,058 円です。値段だけ見るとびっくりですね。7月は妹家族と旅行に行ったのでこの値段になっています。旅先になるとお財布の紐が緩むってこのことですね。バンバン使っちゃいました。でも楽しかったので旅行の出費は良しとします。はい、こんな感じで我が家の7月の支出合計が272,081円で、収支の差は203,081円でした。幸いボーナス付きだったのでこのような結果になっています。ちなみに我が家は支出に含めない出費として月10万 NISA にて運用中です。旦那さんは節税目的でいでこでも1万2000円運用しています。以上が7月の家計簿でした。いかがだったでしょうか。以前の我が家は書店で家計簿の本を買っても1冊書き終えることができなかったり、クレジットカードを使うようになってからはお金がいくらでもあるような気がして驚くような請求が来てしまったりと失敗続きでした。子育てをしている方や共働きで仕事をしている方、時間がいくらあっても足りないと思っている方は多いと思います。だからこそ簡単で短時間で終わる家計管理がとても大事だと思うんです。便利なものは使っていき、一緒に家計管理頑張っていきましょう。よかったら皆さんが行っている家計管理方法もコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。この動画がいいなと思っていただけましたら、グッドボタンやチャンネル登録いただけると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。